月20日に開催いたしますサマースキージャンプ2022山形座王大会に出場される高梨沙羅様と関係者の皆様が表敬にお越しくださいました。とてもいい環境のもと、初戦へ向けてのトレーニングが詰めていると思います。しっかり自分のベースを積み重ねていって、試合に向けていいパフォーマンスができるように頑張っていきたいと思います。このサマージャンプ大会にまた出場いただいたということで大変嬉しく思っております。ありがとうございます。山形とは本当に高梨選手はご縁もありまして、山形市民もですね、自分の娘や孫を見るような気持ちでみんな応援をしているというような状況です。ミニ花傘をプレゼントさせていただきますので。冬のジャンプと夏のジャンプでの、違いっていうのはあるものですか？感覚的には若干の違いはあるんですけど、やっていることは同じなので、蔵王のサマージャンプ初開催の試合ということで、私の中でも初戦になるので、しっかりそのシーズン始まってから練習してきた成果を発揮できるようなパフォーマンスがしたいなと思います。初めてワールドカップで成績を残せたのもこの蔵王のうちですし、なんかこう自分の中ではすごく思い出深いというか、とても特別な場所なので、そこでいいパフォーマンスができるように頑張っていきたいと思います。